Nadia.何をやっとんじゃ、ベジータのやつは。違いますよ。それは父さんじゃなくて。ほうほう。本来の歴史だと、ギニューと入れ替わったのは悟空君だったわよね。ええ、そうです。また、奴らのことは俺に任せて。 なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。
そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクエムウルトラファイティング。さあ、いいものやるよ。ターレスを止めて、新生児の身を食べさせる気よ。うわあ！どうなるんだ。ハンドイチが救助してくれやがった。新生児か。何せもう残した人なんじゃ。あれはわしら神にしか食べるものを許されておらぬ聖なる神。あのに素晴らしい力を与えるが、カリスを育てるのに星が丸ごと一つ潰れてしまうんだ。カリス、その身に隠し持っている。まったく、罰当たりなやつだ。なんだ？ジャンプがこっちに近づいてくる。クルリンでもご飯でもベジータでもねえ。この木は なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。何やってんのよ、マックス。
ってとこか。惜しいぞ。どこかで見たことのある顔の人もよくやったし、ギニュー特戦隊の一員にしてやろう。遠慮させてもらう。別にあるのね。これが最後かと思った瞬間に、こんなことが、俺の手に入れて、いろいろあったけど、まだ大丈夫よ。ご苦労君とギニューが入れ替わるのは、正しい歴史の流れじゃない。そうですね。ターレスを倒し、ギニューがもう一度戦争に立てば、元の歴史に戻せない。なんで、なんで俺がここにいるんだ。お互いの体を交換したのだ。そんなことが、うまく地球に蹴ってました。父に怒られそうだな。Yeah!
元に戻れたみてえだな。くそー、今度こそ降りた。チャーン、もうはいかねえぞ。なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。これまでの動きから察するに、ターレスと一度は何とか撃退した相手。ミラとは以前も戦ったことがあるんですが、大量の霧エネルギーを受けて油断は禁。はい、まんまとトアの罠に引っかかってしまいました。本当よ、もうトアの悪知恵もミラの力。俺たちは二人でミラを追います。歴史改変か、ターレスの休ま。皆さん。